なりたいチャンネルです。影の実力者になりたくて、二次創作王女を実力者に変えたくて、第9話17、ストレスには気をつけよう、18、思いを込めて始めます。朗読を始めます。影の実力者になりたくて、王女を実力者に変えたくて、一生17、ストレスには気をつけよう。女神の試練、それはリンドブルムで行われる年に一度のイベントだ。聖域の扉が開かれる時期に行われる戦いの儀式。聖域から古代の戦士の魂を呼び覚まして戦士と戦わせるものであり、古代の戦士が対戦相手の力量などを読み取って呼応すると言われている。実力が低すぎればそもそも召喚に応じることはなく、召喚されたとなれば1対1の戦いとなって戦闘が終わるまで出ることは不可能。過去にも出場者が戦死している事例もある。だがこの戦いを乗り越えた者にはメダルが授与され、それが己の実力を証明してくれる一品となる。騎士団や護衛など一定以上の実力がありますと箔をつけてくれる、そのメダルを求めて世界各地から我こそはと戦士たちが集まってくるのである。参加者も軽く100を超える人数のため小規模なイベントになると思われがちだが、だいたい100人中10人程度が呼び出せるとのことで、終わる時はあっさり終わるのだとか。そんな行事に参加するアイリス・ミドガルであるが、着慣れないドレスに悪戦苦闘しながらも周囲へ気を配っていた。普段見慣れない第一王女のドレス姿に観客たちは黄色い歓声を上げる。だがそれ以上に歓声を上げる存在がいた。多種多様なジャンルの作品を生み出す巨匠夏目、カフカである。彼女は自身の文才を生かして数多くの文学作品を生み出しており、年代性別関係なく評価を受けている小説家だ。その容姿も白銀のショートヘアーに美貌を持ったエルフであり、さらには他を寄せ付けないほどに豊満なものをお持ちであるが、こ歓声を上げる面々の9割は野郎であった。皆さん一緒に応援しましょうね。うおー、やはりと言いますか、すごい歓声ですね。年に一度のイベントですから、多くの興味を惹かれているのでしょう。いや、そうことではなく、そんな野郎の歓声を聞いてしみじみとつぶやくはローズ、オリアナ。ローズもオリアナ王国からの来賓ということで参加していたのだが、夏目に対する歓声は呆れるほどにすごいものだ。アイリスがそれをイベントで歓声が上がっているのだと勘違いしているのだが、それを訂正しようとも考えなかった。とはいえども三者三様、全員がそれぞれ美貌を有する有名人、誰が一番などと考えるのが野暮なのであるが、王女よりも歓声が上がる表向き一般小説家に思うところがないことはないローズであった。女神の試練にシャドーガーデンも関与すると、ローズは今回の祭典に参加するにあたってガイアスたちと事前に情報共有を行っていた。これは当然なこと。シャドーガーデン、調べ曰く聖教の中にも教団面々が侵食しており、内部でもゴタゴタが起こっている様子なのだ。さらには英雄オリビエが魔人ディアボロスの左腕を切り落として封印したと言われている土地、そこに教団員が救っているとあっては関係性を疑うなという方が無理な話、故に彼女たちもより詳しい情報を求めて暗躍するとのこと。だが裏だけでは得られない情報もある。シャドーガーデンも表で活動できる人員を来賓として参加させるって報告を受けた。女神の試練に呼ばれるほどに地位や人気が高い人物がシャドーガーデンにもいるのですか？ああ、ローズさんも知っている人だよ。何せ有名な小説家だからね。そんな会話もあってローズは夏目、カフカ先生の顔は表向き、裏ではシャドーガーデンの一人であると把握しているのだ。夏目、カフカ、ベータも悪魔好きとして辛い過去があり、それを乗り越えて教団に立ち向かっていることを理解していた。王女と影の地下組織、立場は違うものの、それはそれ、これはこれ。ローズは夏目、
カフカ先生が生み出す数多くの作品に虜であり、一人の読者として大ファンであるため、サインと握手とハグをしてもらったことで幸福が全身を包み込んだのだが、それは置いておく。いろいろ語りはしたものの、今行われている女神の試練は今後の就職活動に非常に有利になる資格取得試験、それも命を懸けた試験ゆう、やんだと思ってくれればいい。しかし国の重役も来賓に呼ばれるほどの一大イベントだというのに死人が出ることもあるのはどうなのかとも考えるが、時代が違えば認識も変わる、そういうものなんだと考えていただきたい。うむ、古代の戦士、私もいつか手合わせ願いたいものです。確かにすごい戦いでしたが、その反応は王女としていかがなものかと。結局のところ数百人集まった中で、今回古代の戦士が呼ばれた回数は両手で数え切れる程度であった。それでも召喚に応じた者が互角以上の戦いを繰り広げたことでとても盛り上がったので良かった様子。戦いを観戦していたアイリス王女は自分も戦いたいと言い出しているが、国家を背負う姫君が命を懸けて出場することを許可するかは難しいものである。ふふ、アイリス王女は思っているよりやんちゃな方なんですね。あ、恥ずかしながらここ最近事務作業が多く、体を動かす時間をうまく取れていないものでして。わかります、私も執筆中はずっと部屋にこもっての作業ですから、自主的に外へ出ないといろいろ凝り固まってしまいますよね。本当に動くことの大切さを実感します。王国内で最近事件が多いもので、そちらにかかりきりなになってしまって、部下たちも非常に優秀なのですが、私もまだまだ未熟。功績を考えるとこういった行事に参加することも考えないといけない気がしております。ノウキンのような発言に仲間の一人を思い浮かべたのか、柔らかい表情で反応するベータ。彼女も部屋にこもりっぱなしで肩こりが悪化したり、執筆がうまくいかないことも経験しているため、仕事で動くことがままならない状況の辛さを知っている。小さな自虐を組み込みながら会話を紡いでいく二人であるが、途中で会話を止めることになる。それは数多くの参加者が召喚不発に終わった後のことである。これで最後、そう考えていた関係者一行であったのだが、次、ミドガル王国王女アイリス・ミドガル。なんと呼ばれたのである。特に参加応募もした記憶も全くないアイリスが、だ。来賓席にいた者たちは一斉にアイリスの方へと顔を向けるものの、当の本人も何を言っているのかといった様子で呆然としている。だがそれもすぐに切り替えたのか、腕を組んで分かっています感を出したアイリスは堂々としだした。あ、アイリス王女、まさか。ええ、せっかく呼ばれたのです。これに出なければ剣士が廃るというもの、すぐに準備をさせていただきます。あ、アイリス王女は随分と腕に覚えがあるようですな。アイリスが意気揚々と参加すべくつかつかと控室へ向かっていく後ろ姿を見送りながら、一人の司祭がつぶやいた。彼の名はジャック・ネルソン。中年太りしており、彼の髪の毛一本もない、頭部は五光が差すかのような輝きに満ちている司祭であった。彼はアイリスとはこの女神の試練を始める前に一度会っており、大司教が死んだことを良いことに調査に来たアイリスたち騎士団を雑にあしらっていた。よくそんなことをしながら堂々と彼女たちの隣に立っていたものである。正教側で失踪や事件が起きていることを理由に調査をしに来たアイリス、彼女が待っていたのは大司教が死んだという一大事件であるというのにもかかわらず、調査は正教側で全てやりますと言い放ったネルソンだった。もう一度国王へ許可を出すように言われてしまえば、王女たるアイリスであってもどうすることもできない。正教を敵に回すと非常に厄介なのは彼女も理解していた。そのため仕方ないと切り替えていたのだが、目の前で夏目先生ことベータへ向ける目つきなどいろいろ指摘したい気持ちを抑え込んでいた彼女にとって、この出来事は渡りに船。意気揚々と出陣しに出かけたのであった。ちなみにアイリスが出場できるように仕向けたのは、
彼女の妹であるアレクシア・ミドガルである。シャドーガーデンやディアボロス教団に関わる内容を一切伝えていないことに罪悪感を多少なりに覚えているアレクシアは、戦ってガス抜きしてほしいということでサプライズで姉の名前で応募していたのだ。普通であれば怒られる所業であるが、実行するものはアイリス・ミドガル。むしろワクワクが勝っている彼女にとって、むしろご褒美に近いものがあった。どこかで私がやりましたとドヤ顔をしている王女がいたらしいが、今はそれは関係のないことである。夫婦、古代の戦士、私にこうして呼び出される相手は一体どれほどの猛者なのでしょうか。非常に非常に楽しみです。すでにアイリスは戦場的なドレスから普段着用している軍服へと着替えを済ませており、武器を片手に観客たちが待つ会場へ足を運んでいた。それまでの道のりで思い出すは、眼前で行われた古代の戦士との戦い。対象の実力を見極めて行われるその儀式は、実力差も結構正確なのではないかとアイリスは読んでいる。これは相手の力量をある程度把握できるからこその理解。アンネローゼと呼ばれていた女戦士が戦った古代の戦士、彼もアンネローゼと拮抗した良い勝負を繰り広げていたことからもそれは見て取れた。思い出す、彼との修行で培ってきたものを。彼女、アイリスもガイアス、クエストに小さい頃から修行をつけてもらっていた存在だ。今でも追いつくことすらできない魔力制御に武術の心得など、多くを叩き込まれている。そんな彼女は仮にガイアスとの修行経験がなくとも、王国最強の名を冠する実力者になっているほどに、天才の剣、と魔力を持っていたのだ。生まれ持った才能に裏付けしつつ積み上げていく努力を合わせればどうなるのか。答えは各国へ広まっている彼女の称号がそれを語っていた。ですが、それではまだ足りない。武神祭で示すためにも、古代の戦士との戦いは必ず得るものがあるはず。会場中央へと歩みを終えた彼女は、先ほどまでの浮ついた気持ちは不要とばかりに切り替えた。それはまさしく戦場へ向かう戦士の表情。仮に観客席から不意打ち気味に銃撃をされたとしても、何の問題なく避けれるほどに周囲への警戒と集中を高めていた。来賓として呼ばれた王女の顔ではなく、戦う者としての表情が、動作が、雰囲気が、そして魔力そのものが、これまでの参加者とは異なるものなのだと観客たちにもわかるほどに、空気そのものが変わっていた。聖域への扉がその感情に呼応したのか、それとも怪しげに行動していた司祭が何か動かしたのかはわからない。ただ確かに聖域への扉は起動し、古代の戦士を呼び出す魔法陣が展開された。上空へ展開される魔法陣、そこから渦巻くは膨大な魔力の嵐。確かに起動した魔法陣はこれまでとは比較にならないほどの大きさを誇っていた。アイリスは正面に剣を構えながら静かにその時を待つ。たとえ時間がかかろうとも、その瞬間を見守るように待つアイリスであったが、それは杞憂であった。すぐに一箇所へ莫大な魔力渦が集まっていき、古代の戦士が姿を現す。赤黒い魔力から現れるは対極をなすように神聖な雰囲気を醸し出した女性であった。腰まで伸びる金色の髪、エルフを象徴する尖った耳、透き通るほどに綺麗な瞳。見た目だけではそう見えない。だが彼女が有する魔力量が、その一挙手一投足がこれ以上にないほどの実力者であることをアイリスへと伝えていた。素晴らしい。しかし申し訳ありませんが、私はあなたの名は知りません。それでもあなたがとても優れた魔剣士であることはわかります。アイリスは眼前のエルフが地面へ足をつけた時に笑みを浮かべた。これは素晴らしいと、見てわかるほどの実力者。そんな相手と相対できるだけでもこの祭典に赴いてよかったと、そう心から思えた。対するエルフの剣士もアイリスの戦意に反応する。表情は一切変わらないものの、静かに手に握られている剣を構えた。そんなバカな、ありえん。その光景を見た司祭は絶句する。
彼女が現れるはずがない。そもそも呼び出す登録なんてしていないのだから。だが現実は残酷だ。彼らが何も手をつけていなくてもこうして呼応することもある。それはアイリスの実力の高さを示唆している証拠だ。だが彼女のことを知っている司祭ネルソンはあまりの衝撃からぽつりとその人物の名を出してしまった。オリビエがなぜ出てくるのだ。過去に記録から存在を消した存在。彼女を知るということは世界が抱える闇そのものを知ると同義であるほどに重要な存在。その名は三英雄の一柱オリビエ。歴史から消されたはずの彼女が公の場で初めて現れた瞬間であった。18、思いを込めて。へえ、なんかすごい人が出てきたな。三英雄の一人オリビエが召喚されたのを見届けたシド、影の王が最初に思ったことはそれであった。魔人ディアボロスを討伐し封印したと言われる存在。このリンドブルムにおいてその名を知らない者は誰一人として存在しないほど認知されており、かの者が召喚に応じたとあっては周囲の興味はより一層高まるだろう。だが今回の一件ではそうはなっていない。周囲の反応を見るに古代の戦士のうちに存在する一人が応じた、そんな程度の認識だ。一体なぜそんなことになっているのか。それは簡単な話で、英雄オリビエはディアボロス教団の一系により男として広まっているために、眼前のエルフの女性がオリビエ本人であるとは誰も思わなかったのだ。真実を理解している者たち以外はこう語ってはいるものの、シド、影の王も彼女が三英雄の一人が召喚されたという認識は持っていない。しかし彼はこの世界において最強の名にふさわしい実力を有している。魔力を読み取るだけでなく、地球にて培ってきた技術をこれでもかと詰め込んでさらに昇華させてきた。地球で現代に生きる者たちの中でも狂気に近しい思いを素体に積み上げてきたものが今の彼を構築している。幾多の経験と知識、それを裏付ける絶対数の努力を経ているからこそ、眼前のエルフがどれほどの実力者なのかを即座に把握することが可能であり、そんな彼女を呼び出したアイリス王女がいかに実力者なのかも把握できるのである。シャドウになって乱入して三つどもえの戦いを繰り広げるってのもいいかもしれない。でもこのレベル同士の戦いをまともに見たこともないんだよね。シドが興味を抱いているのはそこだ。彼のもとには七影やナンバーズとして活動する有数の実力者が多数在籍している。そんな彼女たちと本気で戦ったことはないものの、他を寄せつけない実力を身につけていることは把握できていた。悲しいことであるが、ミドガル王国での騎士団員や教団の幹部クラスの実力程度では彼にとってはその辺りの荒野で活動する盗賊らと大差ない存在であった。だがその認識から外れる存在を顔見知り以外で再度認知したのである。姉であるクレアを倒したアレクシア、目の前で戦いを始めている金髪エルフオリビエ、そしてオリビエを呼び出したアレクシアの姉であり王女アイリス。幾多に切り紡がれる剣撃が指導を見出せる重いものが確かに存在しているのだ。戦いとは対話だ。シドは己にとっての戦いをそう定義づけている。相手の細かな動作、剣先のブレ、魔力、さまざまな要素に自分の意志が混ざり合う、積み上がっていった行動のすべてが現在を構成するもの、それを駆使してぶつけ合う戦いは語らずとも考えていることを共有し、さらなる高みへと連れて行ってくれる。互いにそれを読み切り、互いに回答を重ね合うもの、それが彼にとっての戦いだった。試合中の二人はどうだろうか。地面を砕く勢いで放たれる王女の人たちをまるで流水を思わせるような体さばきで受け流すエルフ。すでに剣を何度も合わせながらもどんどん動きが洗練され、まるで一つの作品を見ているような美しさを感じ取った。ポーカーフェイスを維持しているエルフと戦い始めてから笑みをより深めていく王女の印象は対照的だ。だが二人とも考えていることは似たようなものだろうとシドは確信している。見ている自分がそうなのだ。
人が違うはずがない。戦いとは対話だからこそ、乱入するという選択肢がその時点でなくなってしまった。多くのものを捨ててきた僕でもわかる、これは混ざれないや。二人で濃密に行われる語り合い、それを見たシドは少し羨ましいと、そう感じたのだった。すでに何度も剣を交わしている。アイリスの大剣とオリビエの片手剣、質量だけで考えれば破壊力では大剣が、機動力では片手剣が優勢となる組み合わせ。しかしこの戦いではそんなありふれた前提条件は塵にも等しいものである。互いに魔力で強化している肉体から放たれる一撃は、迫る烈火のごとき苛烈さを観客たちに見せており、それを受け切り受け流す互いが持つ技量の高さをこれほどと言わんばかりに示していた。魔力が込められた剣圧が周辺への被害を出しているが、観客たちが安心して観戦できているのは張られた結界のおかげである。だがその戦闘速度を前にして、まともに動きを確認できている者たちは果たしてどれほどいるのだろうか。すげえ。これが古代の戦士の力。アイリス王女も相当な実力者だ。でもすごすぎてよくわかんねえ。音が、周囲に起きている発災音が、そしてその魔力密度がまだ戦いが熾烈を極めていることを伝えてくる。嫌でも完全の戦いが自分たちでは届かない領域にいることを分からせた。アイリス王女は確かに王国最強の実力があると言われている。しかしその実態を知る者は意外にも少なく、公的な場で活躍したことがあるとはいえども、それはまだ学生の頃の話。王女の立場もあって、相手が忖度していると考える者もいないことはないのだ。故に今回の戦いでその真偽がわかると意気込んでいる者も一定数いたのであるが、その結果は真であることを知らしめるのにふさわしい戦いを行っている。はは、素晴らしいです。名の知らぬ戦士よ、ここまで戦えたのは死と妹あの二人以来です。剣を受けられれば蹴りで追撃、かわされれば持ち手を変えての変則的な攻め、時には獣しみた構えや動作も行うところからも、まともな剣士であれば一号も持たないほどの鋭さと重さ、それを最も近くで実感しているアイリスは自然と笑みがこぼれる。示せる力を持ちながらも、機会に恵まれてこなかったアイリスは、この貴重な機会をもっと長く感じたいと心から思っている。それほどまでに眼前の戦士は強い。英雄として歴史に名を連ねていてもおかしくない実力が、アイリスを切り伏せようと果敢に攻め立ててくる。ですから私も残念に思います。互いに傷を負わずに続けてきたこの戦い、それを嬉しく思うアイリスであるが、それと同じぐらい残念に思う。進行型で戦っているアイリスと、感染しているかけ離れた実力者のシド、影の王のみが理解したこと、それはエルフの戦士が、オリビエが、鎖で縛られて全力を出すことができない状態であるということだ。せっかくでしたら、全力のあなたを打ち倒したかった。物事はいつか終わるもの、永遠に続くことなどありえない。光一つもない漆黒の闇夜も、時間が経てば朝日によって照らされるように、この楽しい戦いも終わる時は必ず来る。つばぜり合いから互いに距離を取った両者は察する。次の一撃で決着になると。満たすは豪華、語るは災害。アイリスは剣の腹に手を添え、魔力を込めた。凝縮された魔力は剣の中で練り込まれ、まるで発火したかのごとく炎を発する。それは魔力の可視化とは異なった現象。魔力の具現化と表現するにふさわしい光景は、その会場にいた者たちを総じて驚愕させた。魔道具アーティファクトを活用したわけではない。シャドウガーデンが用いるスライムを使用したわけでもない。これは緻密な魔力操作と莫大な魔力量があってなせるもの。流炎を持って敵を撃つ。歯から炎があふれ、周囲へと粉塵が舞う。魔力でできているため、本物の炎とは異なる代物であるが、
鰓が見つからないほどに高密度で形成されたそれは触れるだけで火傷になってしまうかと思うほどの熱量を有していた。相対する古代の戦士オリビエはその芸当に表情は動かしてはいないものの、目を見開いて驚いている様子。このような魔力操作を行うものを見たことがなかったのだろう。だがすぐに冷静さを取り戻し、彼女も全身に魔力を巡らせる。一撃で終わらせます。狙ったのか偶然かはわからない。互いに使用する魔力を練り上げたのは同時、そして駆け出すのも同じタイミング。観客からこぼれた汗の一滴が地面へと落ちたその瞬間には剣を振る距離まで詰めていた。フェイントなんて打たない。そんな愚策にコンマ1秒でも時間を割くのがもったいない。封印されているのかはわからないが、鎖でがんじがらめにされてもなおこの場に現れてくれた彼女に最大級の敬意を表してこの技を解禁したのだ。はあ、渾身を込めて振り抜いた二振りの歯。豪炎の一撃と激流の一戦。極度の集中から極限にまで引き伸ばされた時間の中で互いの歯がぶつかり合う。魔力も剣先のブレも重心の動かし方も、その全てが勝利を手繰り寄せるために必要不可欠な要素であるが、唯一二人には決定的な違いがあった。それは意志の強さ。ただ勝つのではない、相手を知り得た上で勝利したいという自分自身の思い。パリーン、衝突し合う剣線が生み出した音、剣が粉々に打ち砕かれるその音が結果を全員へ響かせた。あなたに最大の賛辞を。ついで体から鮮血が飛び散っていく音が鳴り、倒れ伏す間にガラスが割れるような音が響き渡った。その場に立ち斬新を解くはアイリス。そして呼び出された古代の戦士はその場から姿を消していた。その結末に固唾を飲んで見守っていた観客たちは一斉に立ち上がり歓声を上げ、決着がついたことを喜んだ。勝者アイリス・ミドガル。わあ！少しの時間では収まりはしない歓声と熱気が会場を全て包み込む。その歓喜の声を一身に受け止めながらアイリスは空を見上げる。最後に交わした互いの視線、アイリスなりに最大の敬意を表して挑んだ一戦。彼女の思いは届いたのかと、いえ無粋でしたね。剣を鞘へと収めたアイリスは観客たちを見渡す。考えるだけ野暮だ。彼女がアイリスに見せた変化がその証拠。これまでの戦いで終始鉄仮面であった表情が彼女との最後の開口で変化した。いつか、いえ必ずまた戦いましょう。彼女は笑みを浮かべたのだ。これで終わりという事実による寂しさ、それだけでなくアイリスと戦えたことによる喜び。無表情であった彼女がアイリスにだけ見せた確かな変化。これで互いの思いが伝わっていないなどと言えるはずがない。次会う時は全力で臨めるように、そしてその時でも勝ちをもぎ取れるように。アイリスはその思いを込めて高らかに右手を掲げるのだった。二次創作王女を実力者に変えたくて、次回は第10話10句「せっかくだから赤の扉はこの黒い男を選ぶぜ」20「情報は正確さと迅速さが命」高評価チャンネル登録お願いします。